日本人がどんだけフィリピンのことを知ってるかちょっと聞いていこうかなと。僕がフィリピンに住んでるのは知ってますか？はい、僕は2年ぐらい、まあ、フィリピンに住んでるんですけど、まずフィリピンに行ったことはない。フィリピン料理も食べたことは今日が初めて、はい、今日初めて、はい、じゃあもちろんフィリピンの大統領が誰かは知らない。そうか、フィリピンがアジアにあるのは知ってる、 知ってる。どこにあるかはなんとなく、なんとなく。フィリピン人は何語を喋ると思いますか？は英語。英語。フィリピン人は友達はいますか？友達はいます。あ、友達はいるんだ。そう、友達はいるから英語喋ってるのとかは知ってた。どうやって出会ったの、そのフィリピン人は？あの、ポーランドに留学してる。そうかそうか、ポーランド住んでたからね。はいはい、時にフィリピンの友達何人かいて、で、その友達が、まあ、ネイティブで英語喋ってたから、あ、なんでだろうって思ったら、ああ、英語使ったんやんで、フィリピンに、あ、ポーランドに来てるフィリピン人って勉強、留学生？留学生。そうなんだ。基本的に大学生が多い。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあ、フィリピンの知ってる人、フィリピン人。フィリピン人って知ってる誰か。有名人。有名人で、なんか日本のハーフしか知らない。誰？白浜アラン君。あ、白浜アラン。はいはいはい。あと出てくる。あと誰だったっけ？誰だ？中島健人って言ったの。ああ、中島健。はい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 。中島健人。そんなもん。そんなもん。なるほど。じゃあフィリピンの地名は？地名はセブ島。セブ島。セブ島は有名だもんね。うん、じゃあセブ島のイメージは？は、まあ、海が綺麗で。海が綺麗。綺麗だね。あと短期留学に行ってるイメージ。みんなが英語勉強で。はいはい。英語勉強しにね。うん、そうだね、うん。なるほど。フィリピン行ってみたい？行ってみたい。何しに行ってみたい？セブ島に。あ、ビーチに、うん、あ、行ってみたい。あとは、まあ、フィリピンの料理も食べてみたいし。あ、フィリピンの料理ね。今日もビーフ美味しかったしね。美味しかったから。フィリピンのイメージがあんまりないないよね。日本にいたら確かにあんまないよね、みんなね。ビーチのイメージか、なんか綺麗な海のイメージ。フィリピン人の印象は、じゃあそのフィリピン人、友達はみんな芸術性に長けてるな。あ、そうなん、っていうイメージがすごいある。ミュージアムとか行くってこと？なんか音楽がなんか歌上手だったり、 あと絵描くの上手だったり。そう、歌上手な人すごいよ。そう、めっちゃ上手で、もうね、あの普通の人、一般の人が日本人の歌手ぐらいうまいかっていうぐらい、もうめっちゃ上手。そう、びっくりして。な、あれ何なんだ、 DNA なのかな。みんな、でも私の友達双子で、フィリピンの友達双子いるけど、一人の子は歌下手くそで、あ、そうなんだ。もう一人の子は上手いって言ってた。なるほど。誰か分かんない。そっちに偏っちゃう。なるほど。そうか。フィリピンね、まあ、すごくいいとこなんだけど、多分みんなやっぱ日本の多くの人って知らないから、まあ、こうやってあの YouTube でフィリピンのこととか、こう今っていうチャンネルをやってるんだけど、そうなんです。またぜひ来てください。はい、はい、もちろん。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。